暇っていうからリゾート想像してきたんだけど、マジ魚臭くね。だったら帰っていいんですけど。いや、家でっつったらうちだし。どういうこと？うちの学校のこの家で全部付き合ってっから。なんで？家出する子はみんな立ち。意味わかんないか。ひなたこそマジいいわけ。今日はパパが刑務所から解き放たれるんでしょ。思春期に父親が刑務所から出てくる。家出にそれ以上の理由ある？超受けるし。受けようと思って行ってないから。セイラはなんで家出するの？そこに家があるから。そこに山があるからみたいに言われてる。山山超受けるし、意図おかしい。そんな受けるってか、意図おかしいっておかしくね。いや、おかしくない。いや、おかしい。いや、おかしく。おかしい。いや、意図おかしいだし、山のことし、風のことし。安寿清は漫才師。うわ、なにそれ。マジやばい。なわ、それやった。うわ、うざそう。セーラー。なんだ、ダメ、なんだ、行くぞ。絶対面白い、絶対面白い。行こう行こう、ちょっとだけ、ちょっとだけ。薬マジで効くんだけどさ。女子高生見えてんだけど、喧嘩かな。いるっしょ、マジで。何こいつら決まってんの。もう行こう、セーラー。マジで超かわいい。おっさんたちマジで気持ち悪いんだけど。刺激しない方がいい。ねえねえねえ、お姉ちゃんたちさ、あの、俺ん家に遊びかない？俺ん家に。無理無理無理、マジ無理だし。天宮君、ここはサクッとさらっちゃいましょうよ。そうだね、さらっちゃおうか。マジ決定ね。あの、私とセーラー格闘技やってるんですよ。格闘技？いや、俺らって喧嘩やってるもんだよ。うちの場合はダンスに英語、お茶とお花もやってます。そりゃ家でするよね。うん、超詰め込み教育だし。はい、やる気スイッチ入りました。なんだ、せーの。何やってんだ。やべえし、逃げよう。篠川君、追いかけなさい。ええじゃないよ、早く行きなさいよ。めんどくせえな、文句ばっかり言って。
何やってんだ、うん、どうした、大丈夫か、大丈夫か、ほら。